木馬を建造するエペオース。イタリア、ブルチから出土した、紀元前480年頃のキリクス。ミュンヘン、州立古代美術博物館所蔵。エペオースは、ギリシア神話の人物である。主に、が知られている。以下に説明する。このエペオスは、エイリスの王エンデュミオオンの子で、パイオーン、アイトロス、エウルキュダート兄弟、コロノスの娘アナクシロエとの間に、 ヒュルミナーを設けた。ヒュルミナーはポルバースの妻でアクトールの母であり、アクトールはモリオネの父。父エンデュミオーオーンは後継者をと競争の勝利者とし、エッペオスが勝利したので王位を継承し、これにちなんでエイリス人をエッペオス人と呼ぶようになったと言われる。その後、ピーサの王位のマオスを殺して王となったペロプスにオリュンピアを奪われた。エペオスの死後、 アイトーロスが王となった。このエペオスはパノペウスの子である。パノペウスはアイギーナ等の王、アイアコスの子のポーコスの子。またアイグレーという姉妹がいた。トロイア戦争に参加した武将の一人で、優れた剣闘家、交渉であり、トロイアの木馬の建造者として知られる。一説によると、エペオスはキュクラデス諸島の軍勢30隻を率いて、 トロイア戦争に参加したと言われ、パトロクロスの総令協議では、検討でエウルアロスに勝利したが、戦争では目立った活躍をしなかった。しかしトロイア戦争の末期、エッペオスはオデュッセウスが、木馬作戦を提案するのを聞き、胴体の内部が空洞になった強大な木馬を建造した。あるいはアテーナーに助けられて、あるいはアテーナーに助言されて、 またあるいはヘレノスの予言によって建造したとも言われる。スミウルナのクイントスによれば、オデュッセウスが作戦会議で木馬作戦を提案した夜、エペオスの夢にアテーナーが現れて木馬の建造を命じ、女神自身もそれを手伝うと述べたという。エペオスは木馬の扉の開閉やはしごの出し入れを知り抜いているため、木馬作戦に参加し、最後に乗り込んだ。 そして木馬がトロイアに運び込まれた時、シノーンの合図で木馬の扉を開いて、戦士たちを外に出した。ありがとうございます。